ジョゼフ・ナーバヒー外務大臣、ジョゼフ・ナーバヒーは、ハワイ人で、弁護士、衆議会議員、画家、新聞発行人であった。ジョゼフ・ナーバヒーは、ハワイト・ープナで生まれた。教育は、ハワイ王立学校、ラハイナルナ高校などで受け、長じで、ハワイ王国議会議員となり、リリュウオからに女王の下で、政府要人として活躍した。ハワイ語の使用禁止時代に、 ハワイ語新聞を発行して逮捕されたこともある。現在ハワイ島広にあるハワイ語を使用する学校はナーバヒー公と呼ばれている。松原義継編長、消滅の危機にあるハワイ語の復権を目指して朝日新聞日曜版ザ、朝日新聞グローブ、言葉に目覚める、後藤恵エリイーオーラカオルロハワイ、ハワイ語は生き続ける。ありがとうございます。